まずはシャンプーのレッスンを行う前に心構えと気遣いについてお話しします。一つ目の心構えですが、美容の技術の中でもシャンプーの技術はコームやブラシを使わず直接お客様に触れる仕事です。お客様に心地よい時間を過ごしていただくために心を込めてシャンプー技術を行いましょう。丁寧な仕事を覚えて自分を応援してくれるファンを増やしましょう。2つ目の気遣いについてですが、シャンプー技術は先ほどもお話ししたように自分の気持ちが一番お客様に伝わる仕事です。触り方や頭を持ち上げた時の頭の置き方は丁寧に、声のトーンはワントーン上げて語尾を柔らかく、そしてお声かけする時にはシャワーの音で聞こえないことがありますので少し大きめな声で話しかけます。最後にお客様目線のアドバイスが一番の成長になりますので、アイモデルをした際練習のモデルになってくれた方はきちんと良かったところと改善点を技術者に伝えてください。以上がシャンプーレッスンの心構えと気遣いについてです。シャンプーの手順を説明します。まずは泡立てます。シャンプー剤を手に取り空気を含ませるように泡立てます。1洗目から洗っていきます。フェイスラインにもしっかり泡をつけて、左手で泡が飛ばないようにカバーしながら、もみあげからもみあげまでお顔周りギリギリを通って洗います。真ん中は左右に往復します。もみあげは指1本から始めて洗い、真ん中に行くにつれて2本、3本と増やし、また3本、2本、1本と減らしながら洗っていきます。次に2点目を洗っていきます。指4本を使って耳横から中央に向かって洗い、中央で左右に動かし、また耳横に戻ります。この時力加減をお伺いします。3線目を洗います。2線目より1線下にずれて同じように洗っていきます。耳に泡がかからないように常に意識しましょう。4線目を洗います。耳の裏は小指を使い、小指が枕に当たるくらいネープの手前ギリギリまで洗います。を洗います。泡を手に取り、左手で頭を持ち上げてメイクにしっかりと泡をつけ、端から端まで1往復、中央は左右に往復します。頭がふらつかないように左手でしっかり支えましょう。頭を下ろしてまた4線目から1線目まで戻ります。4線目から1線目まで戻ったらクロス洗いをします。手をクロスしながら縦に洗い、真ん中、右、左、3線を往復します。洗い足りないところはないですか？とお伺いしましょう。以上のシャンプーが終了したらお流し工程に移ります。